みなさん、藤井葵です。本日はメジャー情報第2弾、またいくつか情報解禁となったので皆様にご報告いたします。まずは1つ目、曲名が決まりました。タイトル曲は始まりの音、そしてカップリング曲は夢君、そしてカバー曲は人に優しくです。人に優しくはブルーハーツさんの曲ですが、なんと今回はしっとりしたアコースティックアレンジ、葵だけのスペシャルアレンジになっています。葵は応援団長ですから、今回は3曲通して応援というコンセプトがあって、聴けばきっと皆さん元気になってもらえると思います。そして2つ目、ジャケットが完成しました。やったー。それがこちら。このジャケットもいろいろな意味が込められているので、ぜひ曲を聴きながら、こうかな、あれこれってこういう意味かな、なんて意味を考えてもらえると嬉しいです。そしてそして3つ目、なんと店舗限定動画についてです。ユニバーサルストアさん、アマゾンさん、タワーレコードさん、 HMV さん、ツタヤさん、それぞれのお店で購入特典として限定動画の QR コード付きステッカーがプレゼントされます。それぞれのお店によって内容の違う全6種類となっています。曲に込められた思いとか、あとはレコーディングのこととか、あとはねちょっと違うこととかも語った裏話的な内容になっているので、ぜひぜひチェックしてみてください。また来週にはさらなる情報をお出しできると思いますので、皆さん楽しみにしていてください。それではそれでは、バイバーイ。チャンネル登録はこちらからお願いします。ん、菊之丞、これカメラ近くない？あ、ごめん、ちょっとズームしすぎとったわ。